オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。こんにちは、アンサンブル講師の響です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日は少し性についてお話ししてみようと思います。性といっても言語の性です。ご存知の通り、フランス語には男性名詞と女性名詞がありますよね。始めたばかりの頃はどうして一つ一つ覚えなくてはならないのかと嫌気がさした方も多いのではないでしょうか。それに勉強を続けてある程度のレベルになっても、常に名詞の性を意識しなくてはいけないし、単語を覚えるだけでなく、自分で文章を読んだり書いたりするときにも性の理解は必須です。大変ですが、そう気に病まないでほしいとも思います。確かに男性名詞と女性名詞に分かれていると覚えるのが面倒ですが、例えばドイツ語になるとその間に中性名詞というのがあります。僕はフランス語を勉強する前にドイツ語をやっていたので、フランス語の学習を始めた時には2つしか性がないのかと思いました。他にもやはり性が3つあったり、名詞の変化がもっと複雑な言語も多いので、フランス語は男性名詞と女性名詞しかないと思えば少しは気が楽になるかもしれませんね。しかし残念ながら、男性名詞と女性名詞を見分ける絶対的な法則はありません。よくアルファベうで終わっていたら女性名詞というふうに言いますが、例外を挙げたらキリがないですよね。では一つ一つバラバラに覚えていくしかないのでしょうか。実はそうでもなく、名詞の性を見分けるいくつかのヒントが存在します。それはやはり語尾に着目することです。例えばで、い、お、ん、しょんで終わる単語は確実に女性名詞と言われています。 l'information、 la situation、 l'éducation などがそうなのですが、例外ばかりの世界なので絶対と言われると安心しますよね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えたより、大輔先生の回についてご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど名詞の性を見分ける語尾の話をしましたが、この間フランス人の友達からこんなことを言われました。気づいたんだけど、アージュで終わる名詞は全部男性名詞だよね。確かに、le nuage とか、le courage とか、a, g, e, age で終わる単語はすべて男性名詞です。ただ、例えば、la page のように、age の前に一文字しか入っていないものは女性名詞になります。
この法則を彼は機器として教えてくれたのですが、僕の方はというとすでにこれは知っていました。彼のことはがっかりさせてしまいましたが、外国人としてフランス語を学び、教えている僕と違って、彼はフランス語のネイティブスピーカーです。実はネイティブである方が、かえってこういった規則には気づきづらいものです。彼らは子供の時からいわば自然に名詞の性を覚えてしまうので、わざわざ法則などに頼る必要がないのですね。さて、そんな彼に賛辞を送りたかったのですが、こんな時にどんな表現が使えるでしょうか。すごいという意味では、ブラボーなども使えますが、あまりひねりがありません。もう少し気を利かせた表現にこんなのがあります。シャポー、シャポー。もちろん、ルシャポーで帽子という意味ですが、この一言だけで脱帽という意味でも使えるのです。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがお送りします。今回もアンサンブルが月に1回無料で生徒様に提供している情報交換コミュニティの開催レポートをお届けします。コミュニティの人気テーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた。5月を担当されたのは大輔先生です。大輔先生は参加者の皆さんとの質疑応答を通して、皆さんが抱えられている壁は大きく分けて2つあった。と感じられたそうです。一つ目は、発音が苦手でもごもごと言ってしまうので余計に通じない、発音を気にするあまりスムーズに話せない、怖いなど発音に関すること。そして二つ目は、自分に合った学習法がわからない、その学習法が自分に合っているのか判断がわからない、いつ判断すればいいかわからないという学習法に関すること。発音に関しては特に大輔先生は、一つ一つの発音の基礎を習得することが大切だと力説されました。具体的には、綴りと発音の関係、口の筋肉の使い方、口の中の状態、舌の位置、息の使い方、これらを意識することなく発音できるようになるまで、しっかりと繰り返し練習することが大切だそうです。学習法に関しては、自分に合った学習法を判断するのは難しいですが、まずは自分のレベルに合った学習法を見極めるのが大切だとおっしゃっていました。また、その学習法が自分に合っているかどうかの判断ですが、その学習法で心がときめくか、さあ次にどんな文法や表現が出てくるかなとワクワクできるかが大切なのだそうです。最後に、万人に有効な効率的で時短の学習方法というのは存在しないのではないか、まずはしっかりと基礎を身につけ繰り返し反復練習をすること、
そして実際に使うこと、それが現時点での最良の学習方法だと思う、と締めくくられました。大輔先生はこうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ、情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。